Yo. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode et le dernier épisode sur Captain Tsubasa. Alors, la dernière fois qu'on s'est laissé, on était en quart de finale. Et donc, on va faire aujourd'hui quart demi-finale. Et on chope la coupe. Forcément. Alors, regarde vite fait le défi histoire, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien que je le ferai peut-être pas. Gagne un affrontement avec Diaz. Matsuyama a le ballon en prolongation. Tsubasa marque. C'est jamais très. On sait jamais vraiment ce qu'ils veulent dire. On est parti. Pardon. On est parti, on affronte l'Argentine.久しぶりじゃないか。君もアメリカに来ていたなんてな。お久しぶりです、バルバス監督。今日の試合、楽しみにしていますよ。日系人の君には悪いが、今日の試合も間違いなく勝たせてもらうよ。すごい自信ですね。天才ディアスがいる限り負けるわけがないといったところですか。まあな。しかし、日本を。大空翼を甘く見ない方がいいですよ。大空翼、日本の10番か。ええ。彼は私の教え子で、何より逆境に強い男です。そして、翼もディアスと同じく、もし日本が負けるとしても、楽な試合展開にはならないですよ。ロベルト。じゃあ。私はスタンドで見させてもらいます。ああ、それじゃ。ouais、bon、on va voir ça。監督、今のは誰です？ロベルト・本郷、元ブラジル代表の選手で、私の友人さ。彼は日系人でね、今日の試合。彼の教え子である日本の10番に注意するようにと。日本の10番？ああ、あの南米スタイルはそれでだったのか。おっと、そろそろスタジアムに入らないとな。行こう。J'espère que ça va aller. La dernière fois que j'y ai joué, c'était avec vous, donc. 今日から決勝トーナメントに入る。相手も予選以上に気合を入れて試合に臨んでくるだろう。だがそれは我々ももちろん同じだ。はい。ではミーティングに入る。今日の相手アルゼンチンは一言で言えばファンディアスのチームだ。彼が中盤を支配し、味方にパスを配しながら自ら攻め上がり得点を重ねていく。他の選手は皆ディアスのために動いていると言ってもいい。つまりディアスを抑えることがアルゼンチンを抑えることになるんだけど、もちろんそれは簡単じゃない。特に彼のドリブルやアクロバティックなプレイは脅威だ。たとえ複数の選手をマークにつけても突破されてしまうかもしれない。それほどのレベルにある。ディアスはチームの絶対エース。だからこちらもエースを持って対抗する。翼。はい。君が中盤を抑えればディアスは動きを封じられ、アルゼンチンの力も大きく減少する。この試合託したぞ翼。はい。美咲、翼のフォローは君だ。はい。俺はこの3年間ロベルトが残してくれたノートをもとに南米式のサッカーの技術や今日の相手ファンディアス、南米ナンバーワンとも言われているミッドフィルダー。俺のサッカーは
Puis c'est vrai qu'on n'a pas des techniques énormes en fait. On n'a que Yuga qui a le néo tir du tigre. Sinon les autres ils l'ont pas débloqué leur tir. イタリアやオランダといったヨーロッパの強豪を倒してきている今一番勢いに乗っているチームかもしれんだが恐れることはないディアスが中盤を抑えみんながそれをフォローするいつも通りの戦いをすれば問題ないよせんリーグ最終戦我々が宿敵ブラジルと引き分け得失点差でリーグ2位となったのは こちらのトーナメントの山に来てより確実に決勝に進むためだ。だからこそ必ず決勝まで勝ち上がり今度こそブラジルを倒し世界一を勝ち取るぞ。はい。 ディアス、調子はどうだ? 前の一試合休ませてもらったからな。 もちろん絶好調さ。もう早くボールを蹴りたくて仕方ないんだ。今日も頼むぞ、ティアス。任せとけって。貧しかった俺たち。やっぱすごいボンシー。ストリートで鍛えたコンビプレイ。日本の奴らに見せてやろうぜ。あ？俺とパスカルがいればアルゼンチンは無敵さ。ジュニアユースワールドチャレンジ。いよいよ決勝トーナメントの戦いが始まります。その初戦は 日本対アルゼンチン。アルゼンチンの主役はもちろん、予選リーグで大活躍だったアルゼンチンの至宝、ファン・ディアス君。技術と速さを兼ね備えたドリブルや、体操選手をもしのぐアクロバット能力から繰り出される才能あふれるプレーは、今日の試合、日本が勝利するには10年に1人の逸材と言われるディアス君をどう抑えるかがポイントになるでしょう。その役目を担うのはやはりこの人。 日本の生んだ天才、サッカーの天才対天才。そして、同じミッドフィルダーで、チームのキャプテンでもある2人の激突が。ええ、日本の10番。お前のロベルト本郷仕込みの、南米スタイルの技との対決。楽しみにしてるぜ。うちのバルバス監督は、 ロベルト本郷と友人なんだ。ああ。この試合は。俺、もう試合が始まるぜ。どうしたの、翼くん。ロベルトが。ロベルトが。え? Alors. Oh, on va mettre ça. On va mettre les tirs, on verra bien. Par contre, si on fait des tirs, ça monte. Et si on met des buts, ça monte donc. Alors. Diaz. Mais celui-là. Bon, on est parti. Le premier match vers la coupe. Les quarts de finale contre l'Argentine. Je vous cache pas, ça va être tendu. Mais... Ah,
J'ai appuyé, désolé. Pas grave. Alors. Vas-y, dégage toi. Ah, ils font tous des tacles en fait. Ah. Putain, c'est normal que mes bonhommes ils ont déjà plus de. Ah, ça tire déjà. Allez, c'est parti. On charge. Et on lâche. Il passe juste à côté, c'est quoi ce délire? Mon bonhomme il passe juste à côté, non mais. Ah! Non! C'est pas possible, je tacle! Bah là on s'en prend un! Ah non! Oh purée. Ah non, il déclenche la zone. C'est quoi ça, Yuga? Oh là, on s'en prend un. J'ai déclenché ma V-zone. J'avais pas confiance. Ils étaient en V-zone. Oh purée. Putain, je l'ai fait trop tôt. ディアス、疲れたか? さすがにちょっと飛ばしすぎたぜ。
このままだと最後まで持ちそうにないから後半はいつも通りのペースで行くか。ああまだ俺たちには準決勝と決勝もあるんだ。そうだな。前半はよくやった。いい試合展開だぞ。後半も油断なく集中して臨むんだ。Ah, j'aurais voulu mettre un but, quoi. Parce que là, c'est tendu, hein. Tsubasa-kun, Diaz to sugoku ii shoubu o shiteru janai. Nantoka ne. Demo, zenzen yudan naranai yo. Daijoubu. Ushiro ni wa boku tachi ga iru. Tanonda yo. Tsubasa-kun, kouhan mo Diaz o tettei marque shite.このリズムを変えないように行こう。君もディアスに負けないサッカーの天才なんだ。水木君、アメリカに来てからこれまで本当に戦いがいのある相手ばかりだ。そして彼らを倒していってこそ世界一のサッカー選手への道。さあ行こうみんな、後半もやるぞ。何をやっとる。みんなディアスに頼りすぎだ。お前たちはアルゼンチンの代表選手だぞ。ディアス一人に頼るな。みんなのせいじゃありませんよ。ディアス、フィールドでの責任は全て俺にある。ディアス、それと試合前のあのロベルト本郷の忠告が当たった。戦ってみて分かった。あの中盤まだまだ底知れない力を持っている気がする。ディアス、アルゼンチンゴールデンコンビなんて言いながら俺はお前のトップスピードのプレイにはついていけない。気にするなパスカル。だって俺は10年に1人出るか出ないかのサッカーの天才だからな。俺のスピード技についてくるあの10番の方が不思議なんだ。ディアス、でも大丈夫だよ。みんなそんなにこの天才ファンディアス様がいる限りアルゼンチンは負けないって。もっと楽しく陽気に行こうぜ。ディアス、良くも悪くもこのチームはディアスのワンマンチーム。彼のノリ一つで状況はガラリと変わる。あれ。ハーフタイムを終え、両チームの選手がピッチに散っていきます。日本でのライバルたちは今、そして世界もまだ見ぬ強敵を求めて。その最強の敵の一人、アルゼンチンの天才ファン・ディアス。行くぞディアス、お君との対決を制しこの試合をものにするために。俺は日本の中盤、前半の戦いで少し分かったぜ。もしかするとお前も10年に1人出るか出ないかのサッカーの天才なのかもしれないってな。しかし天才と呼ばれる男は俺一人で十分だ。世界ナンバーワンプレイヤーの称号はお前との対決を制してこの試合に勝つために俺の新しい必殺シュート。あらら、ils ont tous un tir infaillible。ディアス、久々に楽しくなりそうだぜ。ça va être tendu。Oh là là. Alors toi tu me piques le ballon comme ça toi. Allez Nita, allez tu remontes le ballon. Allez Yuga. Ah ouais, j'allais dire, le Néo il passe. Ouf.
Pourquoi ce... Non ! Je suis obligé de déclencher mon V-Zone. Je prends pas de risque. ドライブシュートだ。 voilà. C'est cool, il déclenche des cutscenes, des machins. スター・クラウン・スタジアムの上空に羽ばたいたフェニックスがアルゼンチンゴールを食い破った。やったね、翼。ヒューガ君のおかげだよ。あのブラックボールで俺はこのシュートのヒントを、俺はドライブシュートを打つとき、ドライブ回転をかけやすいフォームで蹴っていた。 けれどそのフォームと俺のキック力を100%発揮できるフォームは。そうか、あの夜気づいたのはそれだったのか。うん、だから100%のキック力のフォームでドライブ回転をかけられるようになれば今まで以上のドライブシュートになる。それが今のシュートさ。ああ、そうだ、 今は試合に集中しよう。さあみんな、残り時間も全力で戦うぞ。 Et ben voilà. Envole-toi! Ah non! Juste quand je voulais lâcher tirer. Ouais mais non, c'est ce que je me disais. Oh
Oh, bah ça va, il a pas pu charger son tir. Et on a gagné 2-0, c'est bon ça. On a battu l'Argentine. Bam, plus 350. C'est excellent. Alors, talent démontré. Favorable. On va prendre ça parce que ça c'est pas mal. Rang A avec Jazz. Rang A avec Ayn. Ouais, ça va, ça monte. Ça monte, ça monte. Ah, niveau 2 seulement avec passeur décisif. Saut de la fée obtenu. Ah cool, je crois que c'est ça que je voulais. Ah non, c'est pas une technique, si. Dribble sud-américain à grande vitesse. Ah bah voilà. Ouais, parce que tu te vois trop au-dessus de... ディアス。名前を。名前を教えてくれ。翼。大空翼だ。翼か。え?その名前。お前との1対1に負けるなんてな。思ってもなかったぜ。知った顔だからちょっと油断しちまったかな。 Ouais, de toute façon, il va sûrement le recroiser dans le circuit, dans le championnat sud-américain, puisque je crois que Tsubasa il va partir jouer au Brésil. Après ouais, ils peuvent se rencontrer dans le championnat sud-américain. Ah non, quoique. Ah non, non, non. Je sais pas si l'Argentine... bah non. Non, non, c'est comme la France et la Belgique. Entre guillemets. Hein. Non, t'as France... Bah non. Game maker として
チームを引っ張り、個性の強い味方を率いながら、みんなのいいところをうまく引き出している。俺は、お前とのあの別れのノートに、ミッドフィルダーになれと書いた。そしてお前はそれを忠実に実行し、俺の予想をはるかに上回る素晴らしいミッドフィルダーに成長したんだ。それに今日見せたあのドライブシュート、あれは俺が教えようとしたシュートを超えている。俺がいなくても翼、お前はロベルトさん、片桐さん、今日の試合分かったけど、まだまだ完璧じゃない。これで満足していたら世界一の選手にはなれない。ロベルトもきっとそう言われたはずだ。このスタジアムのどこかで見ていた。ロベルトにも翼くん、美咲くん、ロベルトのことだけど、うん、リアスが試合前に会ったって言ってたからきっといると思う。それなら片桐さんに聞いてみたらどうかな。片桐さんは代表のことでアメリカのサッカー関係者といろいろと話をしているみたいだし、もしかするとロベルトのことを聞いているかもしれないよ。そうか、ありがとう美咲くん。夜は必ず宿舎にいるはずだから、その時に聞いてみよう。うん。France-Uruguay。Bah, c'est la France qui va gagner. Hein. Nan da yo, atarimae no yosou jan ka, tsumanne na. Shikata nai yo. Kono taikai no France wa attouteki da kara ne. France wa zen shiai de 4 tokuten ijou de shitten wa zero ka. Tashika ni suge na. France wa dochira ka to ieba shubi ga jakuten de.ピエールが守備に回ることもあったくらいなんだけどね。その守備がジャンの加入で安定したから安心して攻めることができてるんだね。うん、ジャンのおかげで守備の負担から解放されたピエールがその才能を全力で攻撃に振り向けている。これは手強いなんてものじゃないぞ。前半15分、ここまでフランスがナポレオン君のゴールで1点リード、優位に試合を進めています。早く追いつきたいウルグアイ、ボールをエースのビクトリーノ君に集める。さあ、そのビクトリーノ君にボールが渡った。南米の黒ひょうの異名通り、素晴らしいスピードでフランス陣内に攻め上がる。1点くらいすぐに追いついてやるぜ。あと、そのビクトリーノ君にフランスの選手が肉薄。これはジャン君だ。何、この俺のスピードと互角だと。互角などであるものか。消えた。こっちだ。何、あとジャン君、ビクトリーノ君からボール。あ、merde、même si Victorino il se fait prendre le ballon。あいつ、トップスピードのままビクトリーノの近くに回り込みやがった。すげえ。さあ、再びビクトリーノ君にボールが渡った。フランスのディフェンスも柔らかなボールタッチのテクニックで次々と抜き去っていく。そのビクトリーノ君に凄まじいダッシュでジャン君が接近する。今度はテクニックで勝負だ。好きにすればいい。どの道僕の勝ちは揺るがない。あっと、ビクトリーノ君、再びジャン君にボールを奪われてしまった。南米のテクニックとはこんなものか。バピエール、ジャン君、すかさずピエール君にパスだ。行くぞナポレオン、エッフェル攻撃だ。おう、あ、ラファムーズ。これはピエール君とナ
素早いパス交換、ウルグアイ守備陣をあっという間に抜き、ピエール、ここは譲ってやる、決めてやる、行くぞ。バン、エブ、決まった、フランス電光石火の追加点、決めたのはキャプテンのピエール君だ。あの二人のコンビネーション、まるで翼と岬だぜ。うん、ナポレオンはシュートに目が行きがちだけど、実はパスもすごくうまいんだ。それにしてもピエールにあんなシュートがあったなんて。あのシュート、ゴールキーパーの直前で落ちたように見えた。あれは多分ドライブシュートに近いテクニックだよ。Bah si, je l'avais fait. Je l'avais fait. Je l'avais fait. C'est quoi ce délire ? Bah attendez, je fais ça vite fait, mais... Voilà. Par contre, j'ai fait comment on appelle ça? J'ai rafraîchi le stream, donc je vois plus les commentaires, mais c'est pas grave. Enfin, les commentaires ont disparu. Ah, c'est pour le jeu de mots. Comme on est japonais. わかってはいたけど、強敵だね。どこが来ようと関係ねえ。ただ勝つだけだ。ピエール、僕は負けない。そのために早くあのドリブルを完成させなきゃ。ミサキ、次はいよいよ君との対決だ。あ、c'est la France qu'on affronte en demi?楽勝、楽勝、あくびが出るくらいだぜ。なあピエール、
しかしキャプテン、スライダーシュートとエッフェル攻撃を見せてしまったが、本当に良かったのか。構わんさ。これまでの俺たちだったら確かに温存すべき技だったかもしれないが。そうか、そうだな。俺の世界一まであと2つか。やってやるぜ。Ah ouais, si c'est ça. Dozo. Je crois que c'est France et après c'est Allemagne. Tsubasa ni Misaki janai ka. Konna jikan ni ittai dou shita? Roberto ga kono stadium ni kiteru n desu. Katagiri-san wa kochira demo ironna hito to aatte iru shi. Sore de nani ka shitte iru n janai ka to omotte. Tsubasa. Doko de? Jitsu wa. Narudo.そういうことか。ロベルトさんがアルゼンチンのバルバス監督と知り合いだったとはな。そんなところから漏れるとは思わなかったよ。じゃあディアスが言っていたことは。ああ。ならばどうして俺に教えてくれなかったんですか。翼くん。それについては私も悩んだ。だがロベルトさんから頼まれたんだ。そんな。それは。Pour pas te déconcentrer, peut-être. Roberto, ça, そんなこと。Roberto, さんも悩んだ末の苦渋の決断だったんだ。そのことは辛いだろうが分かってあげてほしい。それで、今、Roberto さんは？まだこの島のどこかの施設にはいるはずだ。だが監督を務めているジュニアチームがアメリカの別の州の親善大会に招かれていて。今晩遅くに立つと言っていた。今晩ですか？ああ。翼くん、今ならまだ会いに行けるかも。ロベルトに。翼くん、俺今は会いに行けないよ。どうして？あんなに会いたがっていたのに。そりゃ、でも今俺はこの代表のキャプテンだ。一人勝手な行動は取れないよ。翼。それに何よりも。ロベルトはサッカーをやめたわけじゃないって分かったから。だから俺もずっとサッカーを続けていけばきっとまたどこかで会える。翼くん。うん。翼、お前は心の底から待っていてくれ。私が必ず。Après, je sais pas si tu viens d'arriver, mais si tu viens d'arriver, je viens d'affronter l'Argentine en quart. Et j'ai gagné 2-0. Tu peux arrêter un shoot, mais il 試合に出るっていうのか。それだけチームに欠かせないキャプテンってことなんだろう。特にあのルチアーノがヘルナンデス以外の選手の言うことを聞くとは思えないからな。さあ、開始から攻めるブラジル。カルロス君が早くもシュートレンジに入った。ヘルロス君ナイスセーブ。ヘルロス君ナイスセーブ。ヘルロス君ナイスセーブ。カルロス君の強烈なシュートを防ぎました。カルロス、惜しかったな。あれでいいんだ。え？奴の右腕を砕いて交代させる。それがこの試合に勝つ一番確実な方法だ。はっ。まあ、ouais、メキーマカセー、tu la harcèles、forcément。チアノ君がブラジル陣内に切り込んでいく。出た！ここでルチアノ君の必殺シュート。
Au bout d'un moment, il ne pourra plus arrêter les ballons. なんという反応の速さと軽やかなセービングだ。何？俺のシュート。君みたいなファンタジスタと戦えて本当に嬉しいよ。俺もゴールキーパーのファンタジスタを目指しているからね。ゴールキーパーがファンタジスタだと。そうだよ。何かいけない？と話してる場合じゃないね。 ほら、アルベルト。行くぞ。レオ。あ、ボールを受けたリベロのアルベルト君。レオ君と共に前線へ上がる。くらえ。アルベルト君、遠目からの強烈なシュートだ。負けるか。 Eh oui. Et ça rentre. Bah ouais, avec une main pétée. Et en plus le mec il... Les frappes ils sont... C'est des frappes de fou, le mec il arrête avec une seule main. ここで交代のようです。いかに実力者とはいえ、やはり怪我を負っていては、さすがに限界でしょう。みんな、これでイタリアの戦力は大きくダウンした。だからといって、気を抜かず、持てる力を目いっぱい発揮しろ。 Oh bah oui, c'est clair. ブラジル、イタリアを大差で下し、ベスト4に進出。守りの堅いイタリアといえど、控えのゴールキーパーでは、カルロス君やアルベルト君のシュートの相手は、あまりに荷が重すぎました。そして、一人攻撃を任されたルチアノ君も、ヘルナンデス君が去った後は、動きに制裁をかき、後半に途中交代。 Oh putain, les mecs, ils ont torché le match et ils se sont dit... ça y est, Hernandez il sort, je sors aussi. Demi-finale contre qui? Ah oui, ils font une demi-finale contre l'Allemagne. Jeudi, je change de jeu en fait. Là, j'ai encore deux matchs, mais avec la parlotte et tout ça, peut-être finir vers 18h, je pense. やっぱり彼らは決勝にピークを持っていくように調整してるのかなって思った。僕たちにそんな余裕はないけど、確かに強豪国というのはそういうコンディション作りをするっていうね。つまり本気の本気になったブラジルが見られるのは決勝戦ってことか。その本気のブラジルと戦うには俺たちも決勝戦に行かなきゃいけない。よし、やるぞ。 Ah bah oui, le mec il parle dans sa tête, après il balance des phrases. On met lol quoi.
ぱこの試合もドイツの方が有利なのかな。アメリカも強いらしいが、さすがにドイツの方が強いだろうな。なあ、アメリカベンチ見て思ったんだけどよ、アメリカって10番がいないのな。そういや、俺たちとの試合にも10番の選手って出てなかったな。10番の選手も登録はされているが、何でもコンディションが良くないとかで、この大会まだベンチ入りもしていないようだ。なんかかわいそうだな。自分の国での大会なんだし、楽しみにしてただろうにな。うん、試合に出たくても出られないのは辛いものだよ。そう考えればハイネはよくこの大会に間に合ったもんだ。俺たちハンブルクとの試合で怪我をした時の様子だと、とても間に合いそうになかったけどな。私がドイツの知り合いに聞いたところ、彼はアメリカに渡って最先端の医療技術で、アメリカの医療は進んでるって言いますからね。そのハイネが中盤を抑えたら、この試合ドイツが完勝するぜ。さあ、この試合もドイツの中盤を仕切るハイネ君、得意のドリブルで切れ込んでいく。さあさあ観客のみんな、俺のワンマンショーの始まりだよ。今日もハイネ君のドリブルは好調だ。アメリカの屈強な体格の選手を次々と抜き去っていく。無駄無駄、君らのレベルで俺に勝とうなんて100年早いっての。くそ、バカにしやがって。みんな行け。おいブレイク、勝手な指示出すな。そうやってすぐに頭に血を上らせるのは頭の悪い証拠だよっと。あとハイネ君、アメリカの選手が自分に群がってきた中、スルーパスを通す。そしてフリーになったシュナイダー君にボールが渡った。シュナイダー君、エリア内に入ってアズアン君と1対1だ。アズワン君、たまらず飛び出す。もらった。Attention. Sa super frappe. Et but. ドイツ先制点。やはり決めたのはエースシュナイダー君。ゲームメーカーハイネ君とのホットラインは今大会ドイツの大きな武器になっています。シュナイダー、あのアズワンからあっさり点を取りやがった。シュナイダーにあの距離まで詰められたら、どんなゴールキーパーだって。さあ、先制点を奪われたアメリカ、反撃に移る。お前ら、俺にパスを持ってこい。すぐにブレイクシュートで決めてやるぜ。ドイツゴール前に走るブレイク君、そこに向けてパスが出る。何？しかしこのパスは通らない。ボランチのシェスター君がしっかりとカットした。そんな単純な手が俺に通じるものか。カルツ、シェスター君、間髪を入れずカルツ君にパス。おや、ここは行かせてもらうぜ。そいつを止め、いや、ハイデのマークにつけ。ドイツの中心はそいつだ。アメリカ、ブレイク君の指示でハイネ君にマークがつく。行くぜハイネ。あっとカルツ君、これはパスミスか。ボールはハイネ君にではなくアラルホ。とんだ下手じゃ。嘘だろ。のこれはパスミスではない。ボールの落下点にマーガス君が走り込む。俺を忘れちゃ困るぜ。てめえのヘディングごとき俺が止めてやるぜ。行くぜシュナイダー。なに、マーガス君、シュートには行かない。ヘディングで横に振る。そしてそこにマークを外したシュナイダー君が走り込む。ナイスマーガス。ブーン。エドゥドゥ。決まった、シュナイダー君、今日2点目のゴールをゲット。シュナイダー、ナイスシュート。マーガスのパスが良かったからさ。それにハイネにマークが言ってくれたおかげで
俺への注意が少しそれてたからな。さすが仕事師カルツさん、声でまで相手を引っ掛けに行きますか。まあな、使えるものは使わねえとな。ほんと、そういうこすいことさせたら間違いなく世界一です。うちのドレスデンが最終的にやられたのもカルツさんのパスコースが読めなかったからなんですから。試合終了。ドイツ全く危なげなくアメリカを破りベスト4進出。ハイネ君が中盤を制し、シュナイダー君、マーガス君が攻め、シェスター君、カルツ君が反撃を止める。ドイツにとっては理想的な展開の試合でした。そして勝ったドイツの次の相手は先ほどの試合で勝ったブラジル。今大会の優勝候補同士が激突する注目のカードとなりました。おいアズワ、てめえ何点取られりゃ気が済むんだ。はあ、てめえの指示がヘボだからあんなにパスカットされるんだろうが。大体そっちこそフォワードの仕事してねえじゃねえか。ブレイクシュートが効いて呆れるぜ。何？やめだ。ああ、こんな試合怒る価値もない。はい。アメリカの選手たちなんかふてくされてるぜ。Donc, Japon. Japon, Japon, France et Brésil, Brésil, Allemagne en demi.体の大きさはアメリカの方が上回ってたけど、それを生かす技がなければ何にもなりませんよね。やっぱそうなんだよな。俺も体は小さいけど身の軽さとテクニックでここまで来られたわけだしな。僕はヒューガさんみたいな強い体やパワーにも憧れますけどね。ヒューガさんは体格のバランスが取れてるからな。ジトーさんくらいまでガタイが良くなりすぎるといろいろ不便そうなんだよな。服とか。どうした佐野、わしの顔に何かついとるか？いえ、別に。あれ？次はブラジルとドイツの勝負か。複雑だね、二人とも。いや、別に。Ah bah l'Allemagne, elle va leur, elle va rouler dessus. ちょっといいかな。はい、悪い。いや、チームには慣れてきた。そうだよ。
Ah ouais, c'était... J'avais juste un truc. Avec Misaki, donc c'est pour ça qu'il m'a donné juste des points. Waouh, j'ai eu le drip déferlant. Je vais pas l'équiper, mais. Et ben voilà, j'ai le truc. J'ai une nouvelle technique, mais je vais pas l'utiliser. Alors. Alors les tirs, bah... Toujours pareil. Super tir, j'en ai pas. Et les dribbles.
Attends, c'est où j'ai eu? J'ai eu le saut de fée. J'ai eu le saut périlleux. Et j'ai celui-là aussi. Sur combo j'en ai pas, les passes combo j'en ai pas, les tacles j'en ai pas appris, les blocages acrobatiques bah voilà. Objet d'entraînement, toujours ça. Mission d'appel, ah oui, mission d'appel, parce que j'ai dû en finir deux. Ah là, j'ai fini avec... C'est pour ça. Défi histoire. Alors, il y en a deux pour la France. Jito et Takasugi. Sélection de départ. Takasugi, je sais pas s'il est là. Jito Takasugi, arrêt, active les techniques de blocage. Pour avoir le titre gargantuesque. Intéresse pas. Il m'intéresse pas. Pour avoir un titre. Hein. Balle steak. Bah c'est parti. C'est parti, on va affronter la France. Ça va être compliqué. それにしちゃ女の子のファンが一向に増える気がしないんだよな。こうもっと黄色い声援が。そうそう、こんな風に。ってなんだ？どっからだ？あ、あっちに。すげえ数のおな。どうやらあっちからフランスチームの連中がお出ましみたいだぜ。多分ピエールのファンの子だよ。あれ全部が？ フランスじゃどこに行っても、ああだったけど、アメリカでも相変わらずみたいだね。そういえば小学生の時、三杉純ファンクラブって見たことあるの？いや、まあ、うん。 ミサキ、ここまで勝ち抜いてくれて嬉しいよ。ティエール、約束通りこの大会で決着をつけることができるな。うん、いいゲームをしよう。あ、ベストを尽くそう。君が全日本のキャプテンだね。今日はお手柔らかによろしく。いい試合にしよう。 おい、あのファン集団、こっちにすごい勢いで来るぞ。おっと、それじゃあ失礼、また試合で。 Ah, le mec il va s'esquiver. Hop. 今日はあのピエールと中盤の勝負になるだろうな、翼。 ああ、楽しみだよ。
しみんな、いよいよ準決勝だ。今日の相手のフランスは大会開催地を奪われた悔しさをバネにチームを強化し、ここまで勝ち抜いてきた。特にキャプテンのピエールは攻撃も守備も全てにおいて弱点がなく、オールラウンダーとして完成されている。そして選手としてだけではなく、そのキャプテンシーも大会屈指だろう。そしてピエールと並んで注意すべき選手はフォワードのナポレオンだ。強烈な回転のかかった威力あるシュートを武器に、ここまでのフランスの得点のほとんどは彼が挙げている。これまでの試合、我々は相手のエース選手を抑え込んできたが、今回はそのクラスのエースが2人いる。相当な困難が予想されるが、このピエールとナポレオンを抑え込まない限り、こちらの勝利は遠い。絶対にフリーにしないよう常にチェックを怠るな。はい。さらにもう一人、ディフェンダーのジャンも要注意選手だ。彼はこの大会のために招集され、その類稀なるダッシュ力と読みで数々の反撃を防いできた。彼によってチームの弱点だったディフェンスラインは強化され、守備にも奔走していたピエールが攻撃に専念できるようになり、結果的に攻撃力も強化された。ピエールがゲームを作り、ナポレオンが得点し、ジャンが反撃を防ぐ。シンプルな戦術だが、だからこそこれを破るのは難しい。それはここまでの彼らの結果が証明している。だが今の君たちの姿は、もうアメリカに渡ったばかりの君たちからは想像できないほどたくましい。いくつもの強豪を倒してきた君たちの力もまたすでに証明されている通りだ。決勝、そして世界一はもう目の前だ。自分たちを信じ、勝利でその力を証明してくるんだ。いいな。はい。みんな、少し聞いてほしい。どうしたんだい、美咲くん。今日の試合、ピエールのマークは僕に任せてほしいんだ。珍しいな、お前からそんなこと。前に一度話したけれど、ピエールとはフランスで1対1の勝負で引き分けたことがあってさ、その時この大会で決着をつけようって約束したんだ。きっとピエールも僕との勝負を望んでいると思う。だからわがままかもしれないけど、俺も賛成だぜ。美咲の気持ちはよくわかる。小次郎、男として1対1の勝負も重要だ。ライバル同士で決着がつけられなきゃ。ありがとう小次郎。わしも美咲の男気は受け取ったたい。まあ美咲がピエールをやってくれるなら、ナポレオンは俺らディフェンダーがしっかりと抑えてやるぜ。美咲くんなら安心して任せられるよ。もしもの時はみんなでカバーするから、思い切り。ありがとうみんな。それじゃみんな元気出していこうぜ。おう、行くぞフランス、決勝へ行くのは俺たちだ。ça va être là contre la France, ça va être compliqué。ついに決着をつける日が来たな。今日は君に勝ち、そして試合にも勝つ。なんだとてめえ、もう一遍言ってみやがれ。一度でわからないのか。本当に君の頭の悪さは想像を絶するよ。何？そうやってすぐにカッとなるから何度も懲りずに出場停止を食らうんだ。大体何だって君みたいな暴力的な男がこの代表にいるのか、僕は疑問で仕方がないよ。うるせえ、もう許さねえぞ。二人とも試合前だぞ、やめるんだ。お前には関係ねえ、邪魔するなピエール。
キャプテンに向かってその口の利き方は何だ、ナポレオン。いい加減にしないか。みんながこの大会にかける気持ちがどれほどのものか知らないとは言わせないぞ。悪かった。試合に集中してくれ。そんな気持ちで勝てるほど日本は甘いチームじゃない。みんなもいいか。今日の相手、日本の力は本物だ。バンクルワセやダークホースなんかじゃない。紛れもなく大会を代表する強豪だ。気を引き締めてかからないと。勝てる相手じゃないぞ。ナポレオン、ジャン、二人は攻守の要なんだ。しっかり頼むぞ。ああ、守備は僕に任せて安心して攻撃してくれ。何点でも取ってやるから任せときな。俺こそがナンバーワンストライカーだって証明してやる。ああ、俺たちは大会を奪われたあの日からこの大会の優勝を目標に力いっぱい走り続けてきた。その目標まであと2つ。必ずこの大会に優勝して奪われた誇りを取り戻すぞ。さあ、熱戦の続くジュニアユースワールドチャレンジもいよいよ準決勝と決勝を残すのみとなりました。本日行われる準決勝、最初の試合は日本対フランス。準決勝まで駒を進めた日本の躍進を大会前に誰が想像していたでしょうか。日本はこのアメリカに渡ってからというもの、一試合戦い抜くごとに確実に力をつけ、今や世界を驚かせるまでに成長しました。優勝候補と呼ばれる国をも倒したこのチームは立派に優勝を狙える存在になったと言えるでしょう。対するフランスは驚くほどの完成度を誇るチーム。大会得点王を狙うストライカーナポレオン君、未だ大会無失点の守備を支えるジャン君、そしてこの攻守2枚の強力な駒を指揮するフランスの将軍、万能のゲームメーカーピエール君。こういった有力選手の高い能力はもちろんですが、さらに彼らは極めて高いモチベーションを持ってこの大会に臨んでいます。それはジュニアユース国際大会の母国開催を逃した悔しさ、それがこの大会に対する強い思いと熱意となり彼らの力をより引き出しているのです。今日の試合に勝ち決勝へのチケットを手にするのは日本か、はたまたフランスか。いよいよキックオフです。美咲、試合前の約束。もちろん、僕は逃げも隠れもしない。君との勝負に勝って試合にも勝つ。僕だって負けるつもりはないよ。おい、いつまでやってんだ、早く始めようぜ。ナポレオンもよろしく。無駄だとは思うが、まあせいぜい頑張るんだな。翼くん、あのナポレオン、ん？あの通りのやつだけど、パワープレイだけじゃない。この前の試合で見せたピエールとのコンビプレイだね。うん、じゃあこの試合、美咲くんとピエールの対決だけじゃなく、俺たち二人とあの二人の対決でもあるね。俺たちは誰にも負けないコンビだって見せてやろうぜ、美咲くん。うん、翼くん、一緒に頑張ろう。よし、行くぞフランス。決勝に行くのは俺たちだ。Ça va être tendu. Ça va être tendu, mais c'est faisable.
Allez, c'est parti. Le Japon contre la France. Objectif, début. Il faut qu'on mette plus de buts qu'eux nous en mettent. On s'en fout. Allez, c'est parti. Ceux qui ont la balle. Le mec il m'a mis un kick. Ah non! Commencez pas à faire des trucs comme ça dès le début. Allez, c'est parti. Ah merde. Et dégage. Ah, chaque fois, hein. Non! Ah, je me prends un but. Putain! Si on n'est pas bon en défense... Ah, puis là, je croyais qu'il allait tacler. Vas-y, dégage, toi. Putain, le mec, il te met des coups de genou, quoi. Ah, mais je le vois tacler. Mais pourquoi j'appuie pas? Putain, c'est pas possible. Oh non! C'est bon. Il y a but là. Ouais, son gardien là en mousse, c'est bon. Ah putain, enfoiré. Ah Nita. J'ai activé ma V-zone. Il n'y a pas moyen que je me reprends un deuxième.
C'est nous qui allons te mettre un deuxième but. Non ! Oh, et puis là, il met un but. Putain, c'est pas possible ! Ah, putain, c'est... Ah, j'avais plus de... Oh non, c'est pas possible. Il passera pas, hein, mais... c'est histoire, je lui bouffe un peu d'énergie. Et là, je t'en mets un deuxième. Allez, au fond des filets. Eh ouais, mon gars, tu m'en mets un, je t'en mets un. いい形がいくつもあった。あとはそれを結果に結びつけるだけだぞ。もちろんフランスもこのまま終わるようなチームではないだろう。彼らのこの大会にかける執念は凄まじい。最後まで絶対に気持ちで負けるな。 Eux aussi sont pas bien, hein, mine de rien. できたかもしれないのに。何言ってんだよ。負けてるわけじゃないんだ。気にするなって。ああ。ピエールは明らかに美咲に注意を向けてる。それだけでも立派なマークになってるぜ。うん。ありがとう。でもフランスで対決した時からピエールがあんなに成長したなんて僕は悔しい。そんな 美咲君だってこの大会期間中たくさん。ouais mais Taro il joue pas en club aussi, c'est ça, ça joue aussi hein. だから美咲君は努力の成果をピエールに見せてやるんだ。翼君。ああ。試合はまだ終わっちゃいねえ。決着をつける時間はまだあるぜ。小次郎も。はい、そうだ。僕は負けたくない。みんなに迷惑を。だから どうしても気持ちが縮んで動きも小さくなってしまってもしも失敗しても僕がピエールに負けてもみんながフォローしてくれる。だから強い気持ちで思い切り行くんだ。しかしピエールはもちろんナポレオンも注意しなくちゃな。ああ、プレーは荒っぽいがそれだけじゃないな。ディフェンダーの目で見るとプレーの状況判断も悪くはない。 タッチの悪い奴だい。そのピエールとナポレオンだが、ココはもちろんコンビプレーにも注意が必要だろう。後半も引き続きエッフェル攻撃と2人のシュートには気をつけよう。それだけじゃねえ。あのジャンってやつも。確かに彼が後ろに控えていることでディフェンスラインに芯が1本通ってる。あのマークを振り切らないことには勝ち越すのも難しいですね。 逆に言えばフランスの守備は彼に依存しすぎている。後半はそこをついていくのもいいと思う。お、少し希望が見えてきたみたいだな。いや、全体のバランスで見れば僕らとチームの力は変わらないだろう。だからこそ油断やきっかけ一つで簡単に試合は動く。後半のフランスは前半以上に死に物狂いで来るはずだ。 こっちもそれなりの覚悟が必要だろう。水木君の言う通りだ。この試合前半と同じでは結果はどちらに転ぶかわからない。もう一度試合を始めるくらいの気持ちで気を引き締め直して頑張るぞ。
そしてこの試合、勝とう。勝って決勝に行くのは俺たちだ。おお。Ouais, allez, c'est l'heure de tout donner. すまない。君たちの前半の動き自体は悪くなかった。だが、俺のゲームメイクがうまくいかなかったから、リードを。何を言っているんだ、ピエール。もっと明確に悪い奴がいるじゃないか。ナポレオンが1点でも入れていれば、僕たちのリードだったんだ。やめるんだ、ジャン。うるせえ。あ、merde, j'ai plus une faute trop。まだ途中だ。後半にバンバン決めてやるよ。それがただの強がりじゃないことを祈るよ。黙って見てろ。俺様が大会ナンバーワンストライカーだってこの試合で証明してやるからよ。ああ頼む。そのための最高のパスを俺。ああ待ってるぜ。みんな前半の戦いで分かったと思うが、日本は想像以上に手強い。俺は美咲と直接対決して勝った時、この試合もっと簡単だと思ってしまっていた。だが日本はそれぞれがカバーし合い、ここが何倍もの力を発揮している。ああ、後ろから見ていても個々の力は僕らの方が上だとは思うけど、彼らのお互いを補う連携は尊敬に値するよ。蹴散らしても蹴散らしてもアリみたいに群がってきやがって、本当に厄介な奴らだったぜ。そう、日本は団結を力とするチームだから、俺たちも全体の力で対抗する。みんな後半チャンスが来たらあれをやる心づもりをしておいてくれ。何？え？ピエール、おいおい、決勝まで隠しとかなくていいのか。今日の試合に勝たなければ次もないんだ。出し惜しみをするべきじゃない。そういうことだ、ナポレオン。そんなこともわからないのか。なんだ。やめろ。相手は俺たちのそんな隙をついてくるんだ。母国開催だったはずのこの大会を奪われた時のあの悔しさを思い出せ。俺たちはあの悔しさを晴らすため苦しい練習を積んでこのアメリカに乗り込んだはずだ。フランスの誇りを取り戻す。そのためにこの試合、鍛え上げたフランスのサッカーを世界に見せてやるんだ。Allez, montre-leur la supériorité japonaise. Il faut qu'on marque. Ok, bah ça commence bien. Oh là là, Anita! Il m'a défoncé! Non! Putain, j'ai eu peur. Allez, défoncez. Ah non! Si, c'est bon! Défoncez trop, remontez! Ah non! Comment il est revenu, oh salaud!
Allez, Tsubasa. Ah, Tsubasa, me fais pas des trucs comme ça. Ah putain. Et voilà. Pierre, 君の成長は想像以上だった。だけど僕もこの日本代表で努力を重ねてきた。行くぞピエール。今度は僕が勝つ。来い、ミサキ。だ、失敗や。俺が止める。テクニックでミサキ、トゥシェデリカ。Voilà. Quoi, qu'est-ce que j'ai fait? Et le mec il met des shoryuken. Mais c'est quoi ça? Mais oui, mais non, j'ai cru que j'avais C'est bon, j'ai dessous à ça. Ah ouais, j'ai fait le con, putain, bordel de merde. J'ai activé ma V-zone. Pourquoi j'ai fait ça? Je croyais que j'allais tirer loin en fait. Et puis après, j'ai vu le trou dans la défense. Ah putain, j'ai perdu ma V-zone. On n'a plus qu'à garder le ballon maintenant. Allez, Nita. On longe. Oh non, j'aime pas ça. Tu passeras pas. On a gagné. Oh, le 3-2 qui fait plaisir. Oh, j'ai lutté. Ah, je le dis, j'ai lutté. Alors, vu comment j'ai lutté en demi-finale, je raconte pas la finale. Ah ah, j'ai monté avec Juan Diaz. Ah, je suis au rang S avec Juan Diaz. Quand même, ça rigole plus. Compétence dribbleur né. Lien avec Diaz, ok, technique. Tir sonique.
Compétence dribble dominant. Merci. Oh l'Allemagne, je vais tellement bouffer. Par contre, c'est quand j'ai affronté l'Argentine que j'aurais dû être S avec Jazz. Il m'aurait appris son tir. Puis ça fait bien sur le CV de gagner d'être champion de la compétition de machin de Coupe du Monde. Oh, il se rabaisse trop, lui. Roberto. Barbas-監督. スカウトしようと思っていてね。え?アルゼンチンの宝、
ファン・ディアスとあれだけの戦いができるんだ。あ、ちょうどディアスは今シーズンからプロのトップチームでプレーする予定だ。翼ほどの才能ならば、そこでディアスと競い、今よりももっと力を伸ばすことができるだろう。もしも翼が日本一のサッカー選手になるつもりなら、3年後でもいいんだが、紛れもない世界のトップを目指すならば、3年後では手遅れだ。今世界に羽ばたくしかない。お願いです、翼はブラジルへ渡り、ロベルトさんのコーチを受けることを望んでいます。その翼の夢を今度こそ叶えてあげてください。俺はブラジルへ行って世界一のサッカー選手になるんだ。ロベルト。ああ、すみません。そういえば翼は君の教え子だと言ったな。なぜその時彼をブラジルに呼ぼうと思わなかったんだ。あ、まあいろいろと。そうか、ならばそれ以上は立ち入るまい。とにかくこの大会の決勝が終わるのを待って、私は翼大空に正式に契約を申し込むつもりだ。翼がアルゼンチンへ。そういえばロベルトはまだアメリカにいるのか。ええ、監督をしている少年サッカーチームの親善試合で他の州にいます。そうか、では都合がついたら久しぶりに食事にでも行こう。それじゃあまたな。え、tu vas te faire piquer tout bas ça toi。翼。Brésil, Allemagne. いいかみんな。前の試合までみんなの意思を尊重して、それぞれが好きなようにプレイするのを認めてきた。しかし今日は違う。各人がバラバラに戦っていては、いくら俺たちといえど勝てる相手ではない。個人の世界へのアピールタイムは終わった。今日のドイツ戦は全員一丸となって勝ちに行く。いいな。あ、今日のブラジルは今までとはレベルが違う相手だ。しかし我々の力があれば勝てない相手など世界中に存在しない。はい。さらに今日から新しい戦力が合流した。入ってきたまえ。は？セキ？こいつは。ブラジルとドイツか。Y a un nouveau joueur？次はどっちかと当たるわけだけど、そのことを忘れて見ちまいそうな組み合わせだぜ。さて、どっちが勝つだろうな。そりゃドイツさ。ブラジルも強いが、選手の層の厚さが違う。でも俺が見るところ、ドイツは中盤から前はすごく強いけど、ディフェンスはちょっと落ちる。ブラジルは守備が安定しているし、攻撃にはカルロスの突破力とシュートがある。ブラジルにも十分チャンスはあると思う。譲らないね、二人とも。お、両チームの選手たちが。はい。Puis là, on va voir le nouveau joueur. Ils vont dire, mais c'est qui ? Ah oui, c'est. Je sais plus comment il s'appelle. Oui, c'est Müller, voilà. Dunter Müller, le gardien. ドイツのサッカー界で噂されているゴールキーパーだ。ある時ドイツのプロリーグの優勝チームが山奥の小さな村でミニキャンプを張った時に、村のチームとエキシビションマッチをしたんだ。最初はプロの選手も遊び気分だったらしいが、途中からは本気になってシュートを何十本も打った。しかしそれでも村のチームからゴールを奪えなかった。それは
村のチームのゴールキーパーだったミューラーがプロのシュートを全て防ぎ切ったからなんだ。プロのシュートを全て？ミューラーの実力を見たプロチームの監督はその場でプロに誘ったんだが、奴は山を降りることを嫌ってその誘いを断った。ドイツの山奥に住む15歳の天才ゴールキーパーデューター・ミューラー。でもよ、それ噂なんだろ？本当なのか？それはこの試合ではっきりするだろうぜ。Ah oui, je connais l'histoire. Donc l'entraîneur après, comme il voulait pas quitter son village, bah il a brûlé le village. Et comme il y avait plus de village, bah il a dit bah maintenant je viens. C'est connu. ドイツの攻撃力をそれだけ警戒しているということか。くそ、これじゃ簡単にはエリア内まで。あと、シュナイダー君、やや遠目からだがシュートに行く。Attends, j'ai cru qu'elle allait rentrer. Ah, le gardien, il se défend.打てば決まっていたシュナイダー君のファイヤーショットを取った。やる。これが噂のファイヤーショットか。さすがにすごいな。なんかボールが焦げ臭いや。あのブラジルのゴールキーパーファイヤーショット、さすがブラジルの代表というべきか。Je sais pas si au Brésil les gardiens sont réputés. Je sais que c'est plus les attaquants et les milieux, mais. Heine-kun no dribble wa kyou mo koucho. Brazil defense wo honno suru. Sonna chōshi ga itsu made mo tsuzuku to omou na.ここでアルベルト君のタックルが炸裂。ここまで無敵だったハイネ君が止められた。カルロス、ここでボールがカルロス君に渡った。お前に仕事はさせねえぜ。シュッター、カルロス君、カルス君を抜きシュートに行く。まあ、s'il est si bon que ça, le gardien、Oh le mec quoi. Oh le géant. Nani Torimasta Duta Miura-kun. Ça va être tendu avec un gardien comme ça. Arega Miura ka. Bah ouais.タックルがカルロス君を引っ掛けてしまった。ペナルティーエリアすぐ外からのフリーキック。ブラジル、これは願ってもないチャンスだ。je viens pas d'entendre penalty. すまん、わしとしたことが。いや、あのまま抜かれていたらもっと決定的なピンチだった。ここでシュナイダー、このフリーキックを蹴るのはやはりカルロス君でしょう。ドイツ守備陣、ゴール前に壁を作ります。壁はいらん、かえってシュートが。本気かよ。ミラ、任せたぞ。あ、le mec、パンムーサジャンナビジビデ。あと、ドイツ壁をすべてどけた。こ
これではブラジルにみすみす決定機を与えるようなものだ。俺にその態度。行くぞレオ。さあレオ君が蹴り出したボールにカルロス君が走り込む。全くのフリーから渾身のシュート。くらえ。Wouah ! La météorite ! Enfin, le caillou, enfin, la comète ou le météorite, non, c'était quoi ? Un astéroïde ! Ah, oh, un astéroïde ! シェスター君が上がっていく。それをブラジルの選手が追いかける。ハイネ、俺はお前が嫌いだった。ドイツ国内の大会で負けたこと、そして代表でポジションを奪われたこと、嫉妬と言われたら言い返す言葉もない。しかしお前のリハビリに励む真剣な姿勢やサッカーに対する情熱を見て、俺は自分の小ささを知った。ハイネ、お前は素晴らしいサッカー選手だ。シェスター君、これはうまい。ブラジルディフェンスの狭い隙間を通してハイネ君にボールを通した。行けハイネ、ブラジルを切り裂けるのはお前だけだ。シェスターさん、行くぞブラジル。ドリブルにかかるハイネ君。みんな行け。おお、そこにアルベルト君の指示でブラジルディフェンスが集団で襲いかかる。どんどん来い。今の俺は無敵さ。これはすごい。ハイネ君、信じられないステップでブラジルのタックルの嵐をかわしていく。かかったなハイネ。ここでアルベルト君ダッシュ。ハイネ君のステップの終わり際を狙って猛烈なタックルだ。ハイネ君、体勢が悪い。これはかわせないぞ。来いアルベルト、俺は負けない。この大事な場面、俺に全てを託してくれたシェスク、そしてドイツ国内で調子づいてた俺に世界を目指すスケールの大きさを教え、俺のちっぽけさを気づかせてくれた人たちのために、この勝負絶対に。何これはハイネ君の強引な突破。Ah, je me disais, putain, j'avais un dribble. Je pensais que c'était le dribble de Mizugi qui m'avait mis, mais non, c'est le dribble de Hein. Bah oui, c'est ça le dribble de fait. Haïne! Morgoth-san! Soka! Tanomimas! Haïne-kun, goal-bay ni ball o ageru! Soko ni Morgoth-kun ga hashi! Ore no jiman no heading o kurae! Kso! Koko wa ore ga! Sono Morgoth-kun ni Leo-kun ga se! Kina yo! Anta no shuto o totte!もう一回カウンターだ。行くぜブラジル。ラテッド。なんとマーガス君、このボー、何？そのスルーしたボールにマーカーを外したシュナイダー君が走り込む。Bien joué。頼んだぜキャプテン。それならそれも面白い。ケイジーニョ君、シュナイダー君に向かう。カルツ、ミューラ、シェスター、ハイネ、そしてマーガス。みんなの闘志が乗ったこのボール。絶対に決める。OK、 il est passé en phase 2 là, j'ai l'impression. But世界のエースの一撃がブラジルゴールを貫いた。すごい若林、今のは。ああ、ついに壁を突き抜けたか、シュナイダー。Il a passé un cap。ここで試合終了。
歴史に残る大激戦は劇的な幕切れ。試合終了間際、エースシュナイダー君のスーパーゴールでドイツが決勝進出を決めました。ピッチ上、ドイツイレブンの歓喜が弾けます。あれは俺でなければ止められなかっただろうな。シュナイダーさん、やっぱシュートは俺よりすごいですね。ちょこっとだけ。ハイネの魂が乗ったボールだ。あれを決めるのが俺の役割さ。やったな、シュナイダー。あ、マーガスもナイススルー。わし顔負けぬし。シュナイダーがマーカーを外したのがチラッと見えたから注意を引きつけなきゃと思ってさ。ハイネも俺の意図をよく察してくれたよ。いつも言ってるじゃないですか、俺はそういうのに気づけて生かせるプレイヤーなんすよ。ハイネ、チェスターさん、世界一まであと一つよろしく頼むぜ。ええ、こちらこそ。Ah, c'est gentil, c'est joli, les gars, ils ont fait la paix. On est à 全力で戦い、負けた。この悔しさを持ち帰って、成長して、次の大会で必ず晴らそう。最後のシュートすごかったな。指が全部いかれてるもんな。あ、いったった。でもあれを取れたらかっこいいよな。次の大会には絶対に何とかしてみせるぞ。ブラジルを優勝させる。そのためだけにクラブは俺をこの代表に。それなのに負けた。俺なぜだ。何が足りなかったんだ。そうか、分かったよ神様。もっともっともっともっ と, もっと勝利のために全てを捧げろって言うんだな。俺はカルロス・バーラ、世界一のサッカー選手になることだけが今の俺はそれだけなんだ。カルロス、ブラジル負けちゃったね。仕方ないよ、これがサッカーだからね。僕たちは強くなっていますけど、それはドイツも同じみたいですね。プレマッチの時から差が少しは埋まったのかな。そうだ、今さらそんなことを気にしてもどうにもならねえ。俺たち、よし、みんなこれから帰って練習だ。このドイツに勝って世界一になるためにできる限りの準備をしよう。いよいよ明日は決勝戦。渡米してきた当初を思えばよくぞここまで来た。世界一まであと一つ。ぜひとも彼らに勝たせてやりたいが。片桐君、ちょうどよかった。選手たちを集めてくれないか。これ三上さん、選手たちが誰一人部屋に。え、アメリカ、イタリア、オランダ、セネガル、アルゼンチン、フランス、ブラジル、そしてドイツ。翼の言う通り、世界は広いよな。すごい奴らがどんどん出てきやがる。日本しか知らなかったわしたちは本当に。ああ、アメリカに来て世界の奴らと戦って初めてそれが分かったぜ。最初のアメリカ戦、あの試合で俺たちは持っていた自信を打ち砕かれた。翼さんですら潰される相手に僕たちは何もできませんでした。そして次のドイツ戦、俺たちは本…カール・ハインツ・シュナイダー、世界には想像以上の力を持った選手がいるってことを心の底まで思い知らされた。でもその敗北があったからこそみんなは努力し始めた。見すぎ、ここまで来ちまったんだ。もう逆戻りはできねえ。俺たちは走り始めちまったんだ、世界という目標に向かって。そうだ、
俺たちは日本で翼を中心に競い合ってきたが、これからは世界がその舞台だ。ああ、これからもずっとサッカーを続けていくからには世界を目指していく。どんなに苦しくたって僕たちはもう止まらない。目標、ああ、俺たちの目標は、c'est les trois pareils hein. Ah, yume wa dekkaku moto se. Minna, ore kanjiru yo. Ima minna no mokkyō ga ore ga osanai koro kara yume mite ita. Nippon no World Cup yūshō to iu ichiban ōkina mokkyō, sono yume o tomo ni mite, tomo ni mezaseru. Chikara tsuyōi nakama tachi. Ore saikō ni ureshii yo. よし、まず優勝だ。日本が世界一になるために、このジュニアユースワールドチャレンジ、必ず優勝しよう。みんな、翼。おう、そう。すげえやつらを全部倒して、世界のてっぺんに立ってやるぜ。翼、明日のドイツ戦は、中盤を抑えるのがどちらになるかで決まる。ドイツの中盤、ハイネ、シェスター、カルツはとてつもなく手強い連中だが、お前がいれば勝負を挑める。まず中盤を抑えた上で、あのシュナイダーと勝負だぞ、翼。みんな、こんなところにいたのか。しかも、その姿。はい、明日のために最後の練習をしています。監督、明日勝って優勝して、優勝カップを持ってそう行きましょうよ、監督。みんな、君たちの向上心は本当に恐れいる。大人の私たちが教わることばかりだ。君たちのその頑張りを私が無にするわけにはいかない。できる限りのことを。ああ、そのためにこれから。はい、監督、ミーティングが終わった後夜食を食っていいですか。お前まだ食う機会。ああ、宿舎のおにぎりうまいからな。実は豆腐のお味噌汁もかなりいけるんだぜ。浦部、やっぱり豆腐屋の息子なんだな。うるせえ。いいぞ。ああ、うん、日本中にサッカー仲間がいるんだ。よろしく。え？すまない。
ああ。そうだね。はじめまして。すまない。Ah bah si, il est là. Il va m'apprendre son tir, non? Yaruna. Omae wa ore-sama no rival kamo na. Ou pas. Je sais plus quand est-ce qu'il t'apprend son tir. Je sais qu'il faut faire S, mais... Ah oui, non, d'accord. Ah non, il m'a filé 150 points, d'accord. そうだね。おい。ああ。いや、君のプレイは見る価値があるよ。
Ah, va m'apprendre à tir. Bah c'est bon ça. Compétence. Ryan a obtenu. Ah non, c'est Ryan qui a obtenu roi du milieu de terrain. J'ai pas eu de tir. Ah si, bah. Technique, intervention de l'empereur obtenue. Je suis une technique, mais elle sert à quoi? On va voir ça tout de suite. Ah oui, j'ai une... Il n'y avait pas eu une passe? Non, à moins que c'est l'autre qui ait débloqué une passe. Non, je vais mettre celle-là, elle est mieux.
Ça a l'air bien. Trois, alors. Intégrer Misaki, Sawada et Hyuga à la sélection de départ. Normalement, ils y sont. Hyuga marque avec l'aide de Sawada et Tsubasa marque avec l'aide de Misaki. Ouais, il faut faire une technique du haut, ouais. Ah, il donne pas de trucs, hein. Ouais, pas folichon, folichon. Bon, on est parti. On est parti pour cette finale. Enfin, bientôt. Parce que là, il va y avoir encore du blabla et après, il faudra que je confirme le match. Mais on se dirige vers le dernier match. C'est parti! La finale. Ça, ついに この日がやってまいります。記念すべき第1回ジュニアユースワールドチャレンジ決勝戦。決勝のカードは優勝候補筆頭としてここまで勝ち上がってきたイタリア、オランダ、セネガル、アルゼンチン、そしてフランスと数多の強豪を撃破し驚異の快進撃を続けてきた日本の対戦です。果たしてこのジュニアユースの世界大会、その優勝の栄冠に輝くのはどちらのチームになるでしょうか。決勝戦、翼、お前はとうとう世界一を争うこの場まで来たんだな。翼、ロベルト、バルバス監督、こんにちは。来ると思っていたよ。君の教え子の晴れの舞台。バルバス監督はやはり翼を捨て、ああ、今日の試合が終わったら正式に話をさせてもらおうと思って。翼がアルゼンチンに来たらまた勝負ができる。そうしたら今度は借りを返してやるぜ。バルバス監督、今日の試合どちらが勝つと思います。まあ残念だがドイツだろう。いくら日本に翼大空がいるとはいえ、ドイツの選手層は厚い。もしうちにスカウトできるとしたら、何人と交渉することになるか。だったら、もし日本が勝ったなら、そのスカウトの話。え？俺が先にブラジルに、俺のチームにスカウトします。ロベルト？ついにここまで来たんだ。3年前の全日本少年サッカー大会で彼らを見たとき、私は日本サッカーを変えるのはこの世代だと直感し、これまで強化を図ってきた。特に大空翼、彼がブラジルに渡らずに日本に残ったのは日本サッカーのためには良かったのかもしれん。翼という格好の目標ができ、打倒翼を目指して同じ世代の選手たちが燃え、自分たちのサッカー技術を磨いた。そして3年後、ヒューガ小次郎は翼に追いついた。他の選手たちも
翼を中心に成長し続けた。翼もまたライバルに追われながら、日本にはもう戦う相手がいないほどに成長。そのみんなに加え、ドイツとフランスに渡り修行を重ねた美咲と若林、彼らが合流した真の全日本ジュニアユース。彼らはついに。しかしここで満足しちゃいけない。このドイツジュニアユースを倒してこそ本当の道は開けるんだ。我々の夢、日本のワールドカップ優勝という大きな夢への道、その第一歩がこの大会に優勝してこそ。よし、みんなミーティングを始める。今日のことは昨日話した通りだが、では頼む。ドイツで注意すべき選手は何と言ってもシュナイダーだ。やつ、特にブラジル戦の最後に見せたあのファイヤーショットは、正直俺でも止められるかわからん。ディフェンダーはシュナイダーを徹底マークして、送られてくるパスをできるだけ阻止するんだ。へへ、いざという時はこの俺が顔面で止めてやるよ。そうだぜ石崎、あんなシュート食らったらただでさえひどい顔が。うるせえ、男は顔じゃねえんだよ、心だ心。じゃあ石崎は男たい。そしてゴールキーパーのリューター・ミューラー、彼は体が大きくシュートを止めるパワーも強い。しかも巨体に似合わず反応速度も抜群だ。生半可なシュートは通用しないだろう。僕たちの基本的な戦い方はシュナイダーのシュートを極力減らして、ミューラーに何本ものシュートを打ち込むこと。そのためにはどうしても中盤を制する必要がある。だがその中盤にはハイネがいる。あいつのドリブルとパスは翼にも匹敵する。彼に自由にプレーされたらシュナイダーにボールが渡る機会が増えてしまう。そうだ、しかしハイネを抑えてもまだシェスターとカルツがいる。今大会2人はボランチで出ているが、本来は攻撃的な選手でテクニックにも優れている。絶対に油断できない相手だ。ものすごく分厚い中盤ですね。いかに翼といえど苦しい戦いになるだろうが、なんとか中盤を制してくれ、頼むぞ。うん、翼くん、僕たちもついてる。みんなで戦おう。うん、ドイツは強い。だがひるむことはない。プレマッチの時の君たちとはもう違うんだ。今まで培ってきたものを精一杯発揮すれば必ず結果はついてくる。はい、 on est parti. On met des buts, on met des buts, on met des buts. 行くぞみんな。ドイツに勝って世界一を勝ち取ろう。この試合ワールドカップ決勝のつもりで戦うぞ。Allez.Il faut jouer comme, avec, comme quand on a joué avec la France. Si on se prend un but, on met un but derrière. Et il faut toujours mettre des buts.俺は世界一の選手になる。そして父さんのサッカーの正しさを世界に証明してみせる。シュナイダーさん、気合い入ってますね。目の光がいつもとちょっと違う感じ。はいね。俺も今日は人生最高にマジでいきますよ。俺とシュナイダーさんでドイツを世界一に導きましょう。ああ、頼むぞハイネ。おいおい、二人だけで盛り上がるなや。ガルツさん、そうそう、シュナイダーだけにじゃなくて俺にもいいパスを頼むぜ。入れ。前後のバランスは俺が取る。3人は心置きなく攻めに集中。ゴールは心配いらん。お前たちは点を取ることだけか。ま、なんかあったらわしも。皆さん、よし、みんな行くぞ。チーム全員で世界一を勝ち取るんだ。うん。さあ始まります。第1回
ジュニアユースワールドチャレンジ決勝、日本対ドイツの一戦。超満員の場内はすでに試合前から興奮のるつぼと化しております。さらに未来のワールドカップ優勝国を占おうかというこの試合の模様は世界中に中継配信されており、まさに世界のサッカーファンが注目しています。今日勝って世界の頂点に立ったのはドイツの若き皇帝カールハインツ・シュナイダー君、はたまた日本が生んだサッカーの天才児大空翼君率いる全日本ジュニアユースか。世紀の一戦は間もなくキックオフです。C'est parti. Faut enchaîner direct. ドイツが断然有利だけどな。日本にはそこ知れない強さがあるんだ。おそらくどちらのチームも試合の最後の1秒まで。ロベルトさん、来てくださると思っていました。あなたは翼の件、翼をブラジルに連れて行ってくださいということを。ええ、でももう一人、翼をスカウトしたいという人がいるんです。アルゼンチンジュニアユースのバルバス監督です。はじめまして。じゃあ翼をアルゼンチンへ。ええ、この大会が終わり次第話。でも私たちは賭けをしたんです。賭け？そうです。日本が勝てばロベルトが、負ければ私がスカウトする。じゃあ日本が優勝すればロベルトさんは。はい、ありがとうございます。残念ですがバルバス監督、え？日本は勝ちます。決勝戦、いつ迎えても気持ちいいものだ。だって明日に力を残すことなく全てをかけて戦えるんだ。でも今日の決勝は今までの中でも一番大きい決勝戦だ。よろしく、いいゲームをしよう。うん、ベストを尽くすよ。まあ頑張ってよ。どれほど成長したか俺が見てやるからさ。Allez, on est parti. Gorankudasai. Stadia. Takeshi. Kono mae no Brazil sen de mita tori, ano Doitsu no goalkeeper wa tada mono janai. Hai. Carlos no ano shuto o kanpeki ni tometa no wa shougekiteki deshita. Kyou no shiai, ano goalkeeper kara tokuten suru ni wa翼くんや小次郎の力が絶対に必要だ。だから二人のシュート機会をできるだけ増やすことが重要だと思う。確かに僕もそう思います。たけし、その二人のチャンスを僕らが作るんだ。僕らって僕もですか？うん、翼くんの力を一番引き出すことができるのは僕だって自信はあるけど、小次郎の力を一番引き出せるのはたけしだ。
僕が。ずっと小次郎を見てきたたけしなら、絶対にできる。自分のプレーで小次郎を世界一のストライカーにしてやる。それくらいの気持ちを持っていこう。僕のプレーで日向さんを、はい、頑張ります。今日は僕らの力で僕らのパートナーを世界一にしよう。はい、一緒に頑張りましょう。 シュナイダー、君には負けない。ショート、翼大空。ドリブルで、ボールは友達。ドリブルで、これは南米式のドリブル。勝利だ。これはドライブシュート。ドライブシュートだ。止めた。なんとミュラク、 翼くんのドライブシュートを、いとも簡単に普通のシュートのにキャッチしてしまった。ふん、大した威力じゃないな。さて、次は誰が打ってくるんだ。ヒューガ君、あのゴールキーパーは、やはり翼にも分かったか。お前は元フォワードで、今も試合を組み立てながら点を狙うストライカーだからな。 あのゴールキーパーには隙がない。どこに打っても止められてしまう予感が伝わってきた。あんなゴールキーパーに会うのは生まれて初めてだ。ああ、しかしそれでも俺たちは打ち続けるしかねえ。うん、勝利への道はそれしかないんだ。絶対に点を取るぞ。ああ、なんだと。パントキックで大きく蹴り出した。 パスを受けた。それ行くぞ若林。来い、シュナイダー。クソ、ボールは止まらない。マガトゥ君、どうなんだ。これは南米スコアラウンド。ゴール前に持ち込んだ。これはここだ。 キック、どこまで運べるか。まあ俺にかかればね。よし、決まった。行った。スライディングで止めた。決まったよ。決まった。僕だってやれる。一枚のテクニックを見せつける。待てよ。ボールダッシュ。よし、どうすり抜けた。そうね。 シュナイダー君、翼以外にこんなやつか。スライディングで止めた。よし、ヒューガ君、ワンタッチで送る。よし、翼、ボールは友達、渡しません。もらったぜ。激しいタックル。なるほど、噂通りよ。ボールを奪うことができません。 これで何？そうね、見せつけてくるのか。シュナイダー、スター君、スルーパスを狙う。ここまでとは。よし、ほら、ほら、しましたが、試合の行方はまだまだ分かりません。それ、よし、ヒューガ君、パスを出します。よっしゃ、何これだ。これで、何？ハイネ君、 これが妖精のプレーだ。激しいタックル。1対1なら俺は負けない。なんだと。体ごとぶつかっていった。そら、もらった。こちら、ここで止めた。よし、狙いつましたパスを送る。ここでチャンスを。何、スライダー。なんだと。うわ、これが妖精のプレーだ。 Yes. J'ai marqué avec mon bonhomme. En finale de Coupe du Monde en plus. Oh les barbares.
Ouais. Ah ouais, non, mais mettez pas les écritures juste devant les mecs, sinon on voit plus rien après. Et ça rentre. Le tir du tigre, ça rentre. Ça. Et de deux. Oh. Et 2-3. Trois buts à la première mi-temps, c'est bon ça. さすが決勝戦という試合だ。後半も楽しみだよ。ええ。決勝戦か。そういえば3年前の全日本少年サッカー大会では怪我した翼の足をマッサージしたこともあったな。できれば今もそばで何かアドバイスでも送ることができれば。ロベルトさん、はい。翼に伝言があるなら。 俺のノートの 52 ページ目の項目、それを忘れるなと。 52 ページ目。みんな、素晴らしい前半だったぞ。君たちはもう 私の想像のはるか上を言っている。ここまで来たらもう何も言うことはない。自分たちの持っているものすべてを出し尽くし。いよいよあと後半を残すだけ。それでまたお別れだね、美咲くん。3年前にも同じことを言ったけど、勝って優勝してお別れしよう。 若林、若島津、プレマッチでの借りは自分で返したかったが、後半戦俺の分も頼むぞ。シュナイダーを抑え切ってチームを勝たせてくれ。ああ、そして若島津の借りも。若林、おお、頼むぞ。いいチームだ。 全日本ジュニアユース、試合に出る者もベンチで待機する者も、共に勝利を目指して戦うことに一丸。こんないいチームが優勝できないはずがない。なあ、そうだろうみんな。まだまだ中盤で持たせすぎだ。もっとチェックを早めにして前線につなぐんだ。ディフェンダーもタックルが甘いぞ。ゴール前まで持たせるな。その前に潰すんだ。はい。すみません。 総向きにならないでくださいよ、監督。今戦っている日本は強いんです。我々と同じレベルの実力と精神力を持った強い相手なんです。しかし、
ドイツは負けるわけにはいかない。俺たちにはドイツサッカーの伝統の継承という目的がある。今まで築き上げてきた栄光の数々、その長い繁栄の歴史、そのドイツサッカーの歴史を日本にそうやすやすと変えさせるわけにはいかないんだ。そうだろ、みんな。シュナイダー、みんな行くぞ。ヨーロッパの名誉にかけ、必ず優勝をドイツに持ち帰るぞ。くそ、俺のせいだ。俺がゴールを割られなければ。先生がこの場にいたら、俺の悪い癖を、精神面の甘さを厳しく指摘されていただろう。こんな情けない姿を晒してしまっては、俺がこの大会に出ることを許してくれた先生に申し訳が立たない。ミューラー、シュナイダー、後半も頼むぞ。任せておけ、シュナイダー。日本にはもう一点もやらん。もうわずかの油断もしない。先生のため、ドイツの勝利のために。そういえばハイネの姿が見えないな。そういや、そうだな。どこ行ったんだ。まさかあいつ。くそ、あと少し、あと少しの我慢だ。俺のため、シュナイダーさんのため、そしてドイツの世界一のために。持ってくれよ、俺の足。やっぱりな、そういうことだと思ったぜ。カルツさん、こないだのブラジル戦で古傷を痛めたんだろう。無理しやがって。カルツさん、みんな。何？俺はまだいけます。あのドイツの大会の決勝の時みたいに、俺の怪我でチームを負けさせるわけにはいかないんですよ。あいつめ、いよいよわしも勝負時かもしれんな。よし、時間だ。さあ行くぞ、みんな。勝って絶対に優勝するぞ。今の翼は全国中学生サッカー大会の決勝の時に似てる。あの時の翼は勝つことだけに執念を燃やして無茶なプレーを繰り返していた。今日もこの後そんな風にならなきゃいいけど。ロベルトがまだアメリカにいるのかどうか、この試合を見てくれているのかどうか。俺は必ず勝つよ、ロベルト。勝って優勝して、ロベルトの待つブラジルへ。な、翼。片桐さん。ノートの52ページだ。え、ノートの52ページでは。ノートの52ページ。ノートっていうのは、俺が小学生の時にサッカーを教えてくれた元ブラジル代表の選手、俺のために書いてくれたサッカーに関するノートのことさ。ロベルトのノートの52ページ。そうか、そういうことか。わかったよ、ロベルト。52ページの意味が。ノートの52ページ、そこに書かれていたのはサッカーの楽しさについてなんだ。ちょっと長いけど、それじゃあ。翼、なぜサッカーは
こんなにも楽しいんだろう。世界中で最も愛され親しまれているスポーツ。俺が思うに、それは最も単純で最も自由なスポーツだからじゃないだろうか。グラウンドに立てば監督からのサインなど何もない。自分で考え、自分でプレイする。何にも縛られることなく、他の10人の仲間たちとただ一つのボールを目指し戦うスポーツ、サッカー。サッカーは自由だ。グラウンド中央、ボールを持ったらどうする、翼。何をしてもいいんだ。ドリブルしても、パスしても、シュートしても、何もしないで止まってたっていい。パスだって前にも横にも後ろにもどこだって OK。 それはドリブルだって一緒だ、翼。サッカーは自由だ。俺はそんなサッカーが大好きだ。だから翼にもサッカーをやり続けるならば、誰よりもサッカーのその楽しさを愛してほしい。これがノートの52ページ目の内容さ。君もきっとサッカーが大好きだと思う。だからこのことをぜひ覚えておいてほしい。さあ、もう後半が始まる。行こう。C'est parti pour la deuxième mi-temps. On relâche pas la pression.ノートの52ページ。片桐さんにノートを見てもらったことはあるけど、ページ数まで覚えているはずはない。片桐さんが試合前にアドバイスを預かっていたなら、今になって言うのもおかしい。それに今のアドバイスは後半に臨む今の俺に必要なものだ。つまりロベルトはこの試合を見てくれている。俺の試合を見てくれているんだ。ロベルト、やっほー。嘘でしょ。Non, c'est l'autre côté. これは南米式のドリブル。ボールは友達渡しません。やっほー。何？これは南米式のドリブル。ボールは友達渡しません。そうだ。すんな。これは南米式のドリブル。ボールは友達渡しません。翼くん。踊れ。あなただけ。これは全力のシュート。ああ。Il arrête tout, lui. J'ai lâché mon V, hein. On prend pas de... On n'hésite pas, on prend... ここは抜かせ。まさか。ボールは友達。
Pourquoi il s'est arrêté? カルツが表示を吐き捨てた。どういうこと？よっしゃ、行くぞ。日本にヤマト魂があるなら、俺たちにはゲルマン魂があるんだ。残り時間、今こそゲルマン魂を発揮する時だ。みんな、カルツに続くぞ。 Eh oui, je reclaque mon V, il y a pas moyen. Non mais les gars, c'est bon quoi. Non! Bon bah ça c'est but assuré hein. Et voilà! Qu'est-ce que je disais? Les mecs font des frappes du milieu de terrain, ça rentre. この試合、俺たちドイツの勝利で飾らせてもらう。見てくれたかい、父さん、母さん、マリー。世界ナンバーワンの称号は俺たちドイツのものだ。やったな、シュナイダー。さすがの若林も動揺してるぜ。やはり練習と試合ではショックの度合いが違うぜ。だがこれはまだ 目標の一つを達成したに過ぎない。この試合に勝って初めて若林との勝負に勝ったと言える。そうだな、チームの勝利、そして優勝でお前さんのゴールに花を添えようぜ。ああ、頼んだぞカルツ。しかし若林、お前はこの程度で終わる男じゃないはずだ。くそ、やられちまった。みんなすまない。 若林君がペナルティーエリア外から。あれはシュナイダーの本当の実力か。練習では止められたが、試合になって練習以上の力を出してきた。悔しいが、あれが一流プレイヤーの証だ。けどそれくらいの方が戦いがいのある相手さ。翼、そんな素晴らしい相手に勝ってこそ胸を張って 俺たちが世界一だって言えるんだ。この試合勝とう。一流プレイヤーなのは俺たちの守護神若林源三も同じさ。もうライバルにやられないって信じてるよ。<笑>言ってくれるな。ああ、日本のゴールは任せてくれ。これ以上はやらせないぜ。見てろ、シュナイダー。俺はもう負けんぞ。 Ah bah oui, je m'étais encore trompé de côté. J'ai perdu mon duel aérien. Bon, on a gagné.
Victoire! On a gagné 3-1. Oh, ça fait plaisir. C'était compliqué. C'était grave compliqué. Et oui, on a gagné. つばさくんの元に駆け寄ります。やった、勝ったぞ。優勝だ。俺たちが優勝したんだ。全日本が優勝したんだ。翼、お前ってやつは本当にすげえやつだよな。こっちくしょうめ。石崎君。 その通りだよ。これはみんなの力で勝ち取った優勝なんだ。世界一、俺たちの夢は叶ったんだ。よかった、サッカーをしてきて本当によかった。おめでとう日本。 今日のところは素直に祝福しよう。優勝か、すごいや。さすがだぜ翼。日本優勝にふさわしいチームだ。場内からもご覧の声援、拍手喝采です。 Faut pas pleurer. Bah oui. ジュニアユースワールドチャレンジ優勝。彼らは今世界一の栄冠に輝いたのです。まさに日本サッカー界の快挙。選手たちこれは嬉しいでしょう。
Mais non, c'est pas l'argent le cœur du sport. C'est normal, toi, si tu suis le Paris Saint-Germain, forcément, les Qatars, les mecs, ils... Non, c'est... Voilà, c'est du pognon, c'est du pognon, c'est du pognon, non, c'est pas ça. C'est la reconnaissance, la joie. マリーがユニフォームの交換は今回は見送らせてくれ。なぜなら俺たちの戦いは今始まったばかりだからだ。次は、次はワールドカップで会おう。ああ、今度は負けない。 若林、この借りはドイツのリーグですぐ返す。ああ、しかし俺も負けないぜ。さあ行こうみんな。俺たちは正々堂々持てる力を全て出し尽くして戦ったんだ。誰にも恥じることはない。胸を張って帰ろう。 Tu vas pas rentrer tout de suite. Tu viens boire un godet pour la fin du championnat. Et puis va chercher ta médaille. Ta médaille de deuxième. Bah oui, t'as pas été déçu si t'as donné le maximum de toi. またはナショナルチームで再び君たちが集まれるよう私は期待している。君たちの未来はこれからだ。この悔しさをバネにこれからもみんな頑張ってくれ。はい。さあ、これより第1回ジュニアユースワールドチャレンジ閉会セレモニーが始まります。その栄光の初代王者日本が今 大歓声に迎えられて入場です。振り返れば日本はここまで苦難の連続でした。プレマッチでは世界の壁にぶつかり、チームの雰囲気も決して良くなかったと聞きます。そして始まった大会の予選リーグも優勝候補に挙げられる強豪揃いのリーグに入り厳しい戦いを強いられました。その予選に勝ち残って臨んだ決勝トーナメントでは南米の雄アルゼンチンと 欧州の伝統国フランスを激闘の末に下し、そして今日優勝候補筆頭のドイツに勝ち、ついに栄冠を手にしたのです。この厳しい戦いに勝利することができたのは選手たちのピッチ上での懸命なプレーだけが理由ではありません。試合に出ている選手も出ていない選手もチームの全員が世界一への熱い思いを抱き一丸となって戦ったからこその結果なのです。 全日本ジュニアユースの優勝、それはまさにチームワークの勝利です。優勝チーム代表大空翼くんに今優勝カップが手渡されます。やりました。わあ、ついにジュニアユースクラス世界一に輝きました。え、スピーチって言われても困ったな。 翼くんが思った通りのことを言えばいいんだよ。皆さん、on dirait l'animé. ありがとうございました。僕たちはこの大会に優勝しようと頑張ってきました。その夢が叶って今嬉しさでいっぱいです。だけど
僕たちの本当の夢はワールドカップに優勝して真の意味で世界一になることです。日本のワールドカップ優勝、それは一生叶わない儚い夢かもしれない。でも夢を追うことは自由です。そして夢に向かって頑張ることは素晴らしいことだと僕は信じています。俺は、俺たちはいつまでもその夢に向かって走り続けます。じゃあ、j'ai pas vu c'était qui était monté sur les épaules de qui。そして注目の大会 MVP は日本の、いや世界のサッカーの申し子、大空翼くんだ。あ、ボン、これじゃ俺が MVP？ 本当に？おめでとう、翼くん。やったな、翼。いつかこんな日が来るって思ってたぜ。さすがだよ、翼くん。本当に大したやつだぜ、お前は。ライバルとしては少し悔しいが、チームメイトとしては祝福するぜ。おめでとう、翼。みんな、本当にありがとう。そして、今大会の得点王は、C'est des renards qui viennent de nous, lui. C'est quoi le mot qu'on Hyuga Kojiro Kuna. Ah, Hyuga a été. Meilleur buteur, ouais, bah c'est normal. Arigato yo. 翼くんの見事な優勝スピーチの後は全日本ジュニアユースチーム選手たちのビクトリーランです。おめでとう、ロベルト。悔しいが賭けは君の勝ちだ。ん？ロベルトは？あれ？さっきまでそこにいたんですけど。チャーバーンコーラン、リ網膜剥離という目の病気で俺の人生のすべてだと言い切れるサッカーを断念せざるを得なくなったあの頃、俺はショックから生きる気力を失い自暴自棄になっていた。そんな時、俺は日本で翼、お前に出会った。俺は翼にサッカーの技術を教えた。そして代わりに、俺は翼から夢を持ち生きることの素晴らしさを教わった。サッカーができなくてもサッカーを教える喜び、素晴らしさ、それを翼のおかげで知ることができたんだ。それなのに俺は全国大会に優勝したらサッカー王国ブラジルへ連れて行くという翼との約束を破ってしまった。許してくれ、翼。まだそこまでしてやれる自信も勇気もなかったんだ。しかし今は ロベルトさん、片桐さん、翼に会ってくださるのですね。はい。ではこれをどうぞ。ロベルトさんの情報を登録した ID カードです。ロベルトさんの所属チームに事情を説明し、チームから正式に申請してもらって発行してもらいました。このカードがあればピッチに降りることができます。その手配を片桐さんが。はい、翼、よろしくお願いします。ありがとう。ビクトリーランを終え、選手たちがベンチ前まで戻ってきました。さあみんな、引き上げるぞ。宿舎。ウェイ、on va aller boire un godet。C'est l'heure du godet。
Roberto! Roberto! Tsubasa! Roberto! Non, de quoi? Tsubasa! Yusho, omedeto, Tsubasa! Migoto tattaza! Roberto! Mewa! Mewa, daijoubu nano? Ah! Daijoubu da! Roberto! 俺、中学を卒業したらブラジルへ、ブラジルへ行くんだ。ああ、ブラジルで日本から送られてきたお前のビデオを見た。そして今日はこの目ではっきりお前のプレイを見た。ゲームを組み立てながら得点を狙うプレイ、そしてチームをまとめるキャプテンシーも、どれをとっても本当に見事だった。よくここまで成長したな、翼。ロベルト、お前の世界一のサッカー選手になる夢、俺にも手伝わせてくれないか。ロベルト、じゃあまたロベルトのサッカーを教えてくれるんだね。もちろんだ。俺ずっと信じてた。サッカーをやってれば、サッカーをやって上手くなれば、必ずロベルトに会えるって。ただいま。おいおい、ここは家じゃねえんだぞ。おっと、そうだった。でもつい行っちまうんだよな。気持ちはわかるぜ。もう長くここにはお世話になってるからね。家みたいな気分だよ。けど明日にはもう日本に帰るんだよな。そうか、もう明日か。せっかく毎日楽しかったのに、また離れ離れだと思うとやっぱりちょっと寂しくなるね。でもきっとまた会えるよ。サッカーを続けていれば必ず。うん、そうだ。だからこそ今晩は祝勝会を思いっきり楽しみましょう。Ouais, on va tous sur le godet. Bon allez, rabat-joie, vas-y. Ouais, vas-y, rabat-joie, bam. Astano Kairi no Hikoki no Nakare, Benkyo Mitagirio. Soreja, Shukshokai Kaijo et Totsgeki! Tosa. Oui, proposer de manger, proposer pas un godet, alors. Sakaiti ni Narenakata. Tosa no Sakao. Sekai ni Shome Sukoto na Tekinakata. Korewa. Tosa kara. Moshimoshi.カール、試合見ていたよ。惜しかったな。うん、ごめん。俺いいんだ、カール。お前は精一杯戦ったじゃないか。今日の借りは次の機会に返せばいい。お前は若いんだ、まだチャンスはいっぱいあるさ。うん、それに優勝してしまったやつより2位の方が期待外があるってものだ。え、実は今度カールと同じチームにわしもコーチとして行くことになった。本当に父さんがバイエルンに？ああ、バイエルンの監督フェルスターが誘ってくれたんだ。監督が？カールが頑張っているんだ。わしも負けていられない、そう思ってな。だからバイエルンでは一緒に暮らそう。母さんとマリーと家族でもう一度一緒に。おお、sa famille se remet ensemble, c'est mignon。
シュナイダーさん、よかったですね。どうやらシュナイダーの悩みは解決したみたいだな。カルツさん、いきなり驚かせないでくださいよ。というか、カルツさんも気づいてたんですね、シュナイダーさんのこと。あったもうよ、わしとやつの付き合いは長いんだぜ。幼なじみでずっと同じチームですもんね。そりゃそっか。ところで、わしらは明日ドイツに帰るが、お前さんはどうするんだ？俺はアメリカに残ります。足の怪我が再発しちゃったんで、もう一回治療しないと。あのリハビリまたしなきゃなんないのか、めんどくさいな。仕方ねえだろ、自分で選んだ精一杯のプレイの結果なんだ。まあ覚悟はしてましたからね。地道に頑張りますよ。でも俺が帰らないとドレスデンで待ってるファンの女の子たちが悲しむだろうな。お前さんが帰った頃にはそのファンもシェスターに夢中になってるかもしれねえぜ。カルツさん、微妙にありそうなこと言わないでください。ま、頑張って治療しろや。そしてまた代表で会おうぜ。ええ、また必ず。Le magnifique souvenir et le premier trophée du tournoi mondial. Hein. Cœur, l'équipe s'est fait insurmontable. このロッカールームに来るのも今日で最後か。中学3年間いろいろあったな。悔しいことも多かったけど、最後のあのニューヒーローリーグでそれも全部吹き飛んだよな。ああ、あれがあったから本当に悔いなく卒業できる。ここに行ったらまた東邦学園がライバルか。でも俺たちももう昔の俺たちじゃない。相手がどれだけ強くても強い気持ちで戦っていこうぜ。うん、そうじゃなければ俺たちを導いてくれたあいつに申し訳が立たないからな。美杉さん、次期キャプテンを決める部員ミーティングどうでしたか？うん、部員全員の賛成で彼が次のサッカー部キャプテンに決まったよ。2年生キャプテンか。でもお前なら当然だよ。お前なら東邦の沢田にだってきっと勝てる。俺たちが成し遂げられなかった全国大会出場、そして優勝、期待してるぜ。いや、お邪魔するよ。片桐さん、どうしてここに？
今年の東京都大会のことで話し合いがあってね。それで近くまで来たから寄ってみたんだ。そういえばこの前、富良野の松山から片桐さんが来たって連絡がありましたよ。日本中を飛び回っているんですね。日本サッカーのためならいつでもどこへでも出向くさ。今年の全国中学生サッカー大会は君や沢田、新田、佐野たちが話題の中心になるだろう。特に沢田は同じ東京都のライバル同士、負けないように頑張れよ。見過ぎは高校サッカーはどうするつもりなんだ。まだ迷っています。高校の3年間サッカーを休んで心臓病の治療に当てるか、それともこれまで通りサッカーをしながら治療するか。でもどちらにしてもサッカーにはずっと関わっていくつもりです。サッカーは僕の夢ですから。うん、君の才能、そして頭脳は今後の日本サッカーには欠かせない。どちらを選ぶにしろ今後とも頼むぞ。はい。まずはしっかり体を休めるんだ。そしてまたユースの大会で会おう。Et oui, c'est vrai que mon perso, il... Putain. Et c'est fini. C'était Tsubasa, Captain Tsubasa Rise of New Hero. Rise of New Hero. Et donc, bah voilà. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai bien aimé. Ouais, le... Donc, donc là, on voit un peu tous les tirs. J'espère que ça vous a plu. C'était éprouvant, les demi-finales et la finale, c'était... On dirait pas, mais c'était éprouvant quand même. Twin shot, le néo twin shot. Ça, non, ça c'est pas des tirs, ça. Faire des cabrioles comme ça. Ah, ouais. Ah, celui-là, ce tir-là. Oh. Du canon machin, mais c'est pas le... Ah oui, ces tirs là c'est les... l'Allemagne c'était ouf quand même. Bon, on peut pas appuyer. Passer comme ça, bam. Tu peux enregistrer les joueurs qui ont terminé les entraînements. Oh, mon joueur, il fait que 101 quoi. Oh, la misère. Bon, on va s'arrêter là. Donc merci à tous d'avoir regardé. Donc c'était comment je fais, voilà, c'était Captain Tsubasa. J'espère que cette série vous a plu.
Et puis, ouais, puis je vous dis à la prochaine pour un nouveau jeu. Sur ce, prenez soin de vous. Et à ciao les amis.